はい、ということで今緊急で動画を回してるんですけど、第5弾のねコースが追加されて2日経って、私旅行行ってたんでなかなかね新コース座ってなかったんで、タイムアタックのまあ世界一覗こうかなと思って、このムーンリッチ&ハイウェイ覗いてみたら、このミニがね世界一だったんで、あ、なんだこれと思って、まあ、見てみようという風に見たら、なんとカスタムがねなんかとんでもないカスタム使ってたんで、それちょっと皆さんと一緒にね見ていこうかなという風に思います。これこれガチ、これふざけてる、この紫のスリックダイヤと、これターボなんだっけな、ってかあのフレームはこれ全カスタムの中で一番スピード値が高くて、スピードがね高いカスタムって全然このマリオカートエイズダラクスにおいて全然強いとされてなくて、あ、ターボ値が高いねカスタムが最強と言われてるこのエイトダラクスなんですけど、何ですかこのカスタムはしかもミーどういうことだ、お、ゴリゴリスピード値高いカスタムにしてるけど、そういうことか、ムーンリッチハイウェイあれだわ、このダッシュ版がこの短い間隔でいっぱい設置されてるから、ターボ値が高くてもあんま関係ないんだ、ターボ値の恩恵受けにくいんだ、だから直線が多いここのムーンリッチハイウェイでスピード値の高いカスタムで世界一ってことか、これ世界一です、さっき説明したか分かんないけど世界一、世界一のカスタムこれって普通に信じられないんだけど、このダッシュ版ほらターボ値見てたら分かると思うんですけど、このねケツから火出てる時間が、ターボ値が低かったら他のダッシュ版とかね乗った時は短くね切れてしまって弱いんですけど、こんだけダッシュ版が敷き詰められてたら関係ないんだ、だからまあ差がつくのはこの辺のカーブのねターボのとこだけなんですが、言うてここもね車とかいっぱいいるせいで直線ドリフといっぱいターボね軽量とかで出す作戦もしづらいと思うから、この舐め腐ったっつったらあれだけど、俺もただ何もせずにさ直進してるだけのこのカスタムが強いんだ、ちょっと楽しみだな、どういう風に1週間後にまたね、あの全タイムアタックの世界一のね方を除く見学会のね動画撮りたいなと思ったんですけど、これはちょっと面白すぎたんで一旦動画化してみました。